はい、はい、山本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ジュナパハっていうのは、はい、スリランカ語で、はい、カレーのスパイスのことをジュナパハって言います。で、トゥナ、トゥナパハって言ってうちの名前は35って書くんですけど、トゥナっていうのが3、数字の3で、パハっていうのは5なんです。で、大体スリランカの家庭によって、うん、そのやっぱり日本のお味噌汁と一緒で、うんうん、カレー粉って家庭ごとに味が違くて、スパイスの調合を3種類から5種類使って家庭によって味をつけるっていう感じなんですよね。そこからまあめちゃくちゃ言いづらいんですけど、うん、まあまあトゥナパハっていう。きっかけは話長くなるんですけど、もともと内装屋さんやってたんですよ。で、まあ、自分が体をちょっと病気で体調崩しちゃって入院してたんですよね。でもうちょっと内装屋さんで体使って仕事していくにはちょっと厳しいなっていうのがあって、でその時にちょうどね、入院してる病院の下覗いた時に昼時にキッチンカーが来てる場所があって、でそこにすごい行列ができるキッチンカーが1台来てて、いやキッチンカーっていいかもっていうのをちょうど3年前かな。そうなんですね。よく調味料で使うんで、日本人には合うんじゃないかな、はい、女性でダイエットしてる人とか、男性でも体鍛えてる人とかなんかにはおすすめです。そうですね。